ありがとう、剣士殿。おお、ティム、怪我はなかったか？平気だよ、おじいちゃん。ちょっと足がヒリヒリするけど、かすり傷さ。もう勝手に外に飛び出すんじゃないぞ。わかったな。さあ、村に帰ろう。この剣士殿にお礼を言うのじゃ。お兄ちゃん、どうもありがとう。僕はリブラの村のティム。お礼にいいこと教えてあげるよ。この先には昔ウェヌスの村があった場所があるんだけど、そこに一軒だけまだ人が住んでる家があるんだ。そこには偉い賢者様が住んでるって話だよ。一度訪ねてみたら？それじゃあ今度一緒に遊んでね。では剣士殿、わしらはリブラの村に戻ります。いつでも立ち寄ってくだされ。選ばれし剣士よ、私の名はエンゾ。セルセタの伝承は、我々賢者の肉体を借りて時を渡る。目を閉じよ。そして我が心の声を受け入れるのだ。殺戮王アレムの圧政の下で国土は疲弊し、人心は乱れた。力だけが全てを支配する暗黒の時代、誰もが恐怖と共に日々を過ごしていた。そんな中、アレムに対抗すべき運命を背負った勇者レファンスが現れる。彼は流浪の旅で出会った仲間たちと共に、正義と友愛の旗のもと、アレム打倒のため立ち上がった。比類なき力を誇る猛将スラム、地に秀でた精霊使いタリン、大地の呪術師ミーユ、時を司る賢者ラディ、光の現実師トリン、後にご中心と呼ばれる彼らと共に、勇者レファンスはアレムの軍勢に戦いを挑んでいった。熾烈を極めた戦いの末、レファンスはついにアレムの軍勢を打ち破る。荒廃の大地に希望の光が戻った。レファンスは民衆の圧倒的な支持を得て、セルセタ王朝を建国し、自ら初代国王となった。エルディーンより渡りし有力人たちも、王となったレファンスを祝福し、彼に大いなる力の源、太陽の仮面の守護を託す。レファンス王はその力によって、一夜にして堅固な城塞都市を築き上げ、その中枢に位置する太陽の神殿に仮面を安置した。そしてその大いなる力を制御するために、月の仮面を作り出した。セルセタ王朝は二つの仮面を守護し、その大いなる力の恩恵を受けることによって空前の繁栄を極めた。それは人間と有力人が協力し合う平和で友愛に満ちた時代の始まりであった。
やっと村に着いたわい。ティム、体の調子はどうじゃ？大丈夫だよ、おじいちゃん。ほら、この通りさ。あれ？なんだか足が動かない。おい、ティム、どうしたんじゃ？おじいちゃん、足が動かないよ。なんてことじゃ。ティムの足が石になっておるではないか。きっとさっきの魔物の毒が傷口から入ったんじゃな。この村に医者はおらんし、どうしたらいいんじゃ。
お前はまだ俺たちをつけ回していやがったのか。しつこいやつだ。無駄なあがきだということがまだ分かっていないようだな。ぶっ殺してやる。ただ殺すんじゃ面白くないね。こいつにふさわしい死に方を思いついたよ。お前にぴったりの姿だよ。この時間をさまよった挙句にのたれ死ぬがいい。そうか、ジークファクトはあそこに。これで月の仮面のありかがはっきりしたな。グルーダ、行くぞ。急ぎ準備を整えるのだ。承知いたしました、エルディーヌ様。
Thank you.